詳しくは概要欄を見てね。どうも、くくちょけ YouTuber ひでさんです。今回はですね、こちらの化粧カバーなんかずり下がっちゃっておりますが、以前ですね、化粧カバーのみの更新ということで動画を上げましたが、そうしましたらね、結構反響ありまして、うちも化粧カバー更新してほしいよということで、何件かね、問い合わせはありまして、今回ですね、視聴者の、お客様、奥様のお知り合いの方からね、ご依頼いただきまして、今回に至るということで、何やらね、ここ蛇腹があったんですかね、蛇腹があったところ、蓋がずり下がっておりまして、色もね、茶色が、だいぶ淡いブラウンになってしまっているよということでね、これをこれから更新していくと、今回のね、動画を見ていただくことによってですね、お客様特にですね、これから、エアコンの化粧カバーのみ更新したいよという方ね、いらっしゃると思います。需要としてね、それなりにあるんではないかと。そういったお客様にね、こんな感じで工事してるんだよということで、参考になればと。あと工事業者さんに関してはですね、特に初心者の方なんで、工事の事例として参考になればと思って、まあコンテンツとしてね、動画上げております。で、今何をしてるかというとですね、ハイエースちゃんからこのスライダー、7.2 メートルの、はしごですね、使っておりますが、それを荷台から下ろすと、今カットをですね、手前に移しまして、よいしょと、ルーフ傷つけないようにね。まだ、去年の、12月の頭に、こちらのハイエース購入しまして、今のところまだ傷ついてないからね、傷つけないように作業していきましょう。それでは行きましょうか。はい、ヘルメットをかぶって、落ちたりね、頭削ったりね、しないようにということで、頭、点骨をしっかりとガードということで、ヘルメットかぶって作業していきましょう。そして先ほど言いましたが、7.2 メートルのスライダー、私使っておりますが、2段のものをね、使っております。7.2 メートルですと、車によってはね、ケッパコとかだと前後ね、出てしまうので、そうするともう3段じゃないとダメですかね、軽の場合は。一応 7.2 メートルですと、はしごにして目いっぱい伸ばして2階建て、通常のそうですね、天井高、2.4 メーターぐらいの天井高のお宅で、屋根、ギリギリ、登れるかなというような感じですね。こんな感じ。これもまだね、目いっぱい伸ばしてないんでね。そして、適正角度は75度だよということでね、あまり急な場合はね、転倒、そうですね、倒してしまう可能性がありますんで、その点は注意していきましょう。で、スライダーでね、思い出したんですが、この間ですね、1ヶ月ほど前、半月ぐらい前かな、新築のね、お宅でね、道路沿いのお宅でね、角度がね、そんなにか、こうスライダーをね、立てるのに75度、確保できないんだ。ってどうだろう。80度ぐらいになってたのかな。80度ぐらいに、して、壁にかけてあってですね。で、まあ上がり下がりしてね、作業してたわけですよ。で、降りて、ちょっと目を離した時にですね、突風が吹きまして、このスライダー、横に風で押されて、道路沿いにね、これ立ててあったんです。ぶっ倒れました、このスライダーが。ラッキー。よかった。本当にね、第三者もいなくて、建物にも傷がつきませんで、あと、ね、例えばエコキュートとかあったらね、へっこましちゃったんですよ。えらいこっちゃですね。もちろんね、第三者の方が歩いてて、その上に倒れたとかって言ったらまずいんでね。本当にね、突風で倒れて、あの時は本当に焦りました。まあそういうことがありますんでね、スライダー使わないときはね、なるべく寝かしておいておくようにしないとなと、本当に思いましたよ。はい。ねえ、不注意でね、本当にもう、ペケポン！ねえ、本当に冗談じゃないよ、もう、お前、反省してんのかよ、しっかりとっていうところではありますが、本当にね、そういうことがありますから、皆さん気をつけましょう。スライダー作業ね。で、今何してるかというとですね、ビス、季節のね、化粧カバーを外しているところ、これ被せるタイプの、頭ですね。頭部分パコッと外しまして、パテもね、外そうかね。ポン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 投げんじゃねえよってね。大丈夫。お客様の敷地なんでね。じゃないって。さあ、このパテもね、だいぶね、詰めてくれてあるのはいいんですけど、ひび割れてきちゃってるから交換しましょう。はい。取れないね。なかなかきついね。もうだいぶ劣化してる。よし。取れた。
ポイ。はい。OK。はい、そしてカバーも外してと、順番にね、だいぶ粉吹いてる状態ですね。この茶色触ると茶色くね、手袋が汚れるような感じになっております。さあ、蓋を順番に上から外していきましょう。で、今回の熱々ポイント。こちらね、ハウスメーカーさんのですね、売りである1階と2階の見切り部分にね、モールと言いますか、なんて言うんですかね、見切り部分があります。そこをね、以前、こちらの、ね、季節の化粧カバーはですね、自在、なんて言うんだ?フリーコーナーを使って蛇腹ですね。蛇腹を使って買わしておりました。で、蛇腹はね、買わせるのはいいんですけれども、ご案内の通りと言いましょうか、動きますよね。こう、なんていうのか、蛇腹、本当に。ゲジゲジになっておりますね。そうするとね、直射日光、特に南面とか西面とかね、直射日光が当たるようなところ、紫外線でね、劣化しまして、10年、15年経ってきた時にですかね、もうボロボロになって、こちらのお宅の場合本当にね、南向きの壁面になりますんで、もう跡形もない。下の方にね、なんか蛇腹の残骸らしきものが落ちておりました。もちろんそれはね、回収して、道路袋にね、回収して持って帰って、まあ処分という形になりましたが、そうですね、そういう、不具合が起きる可能性が高いですね、蛇腹の場合。ということで、今回は蛇腹を使わずにですね、この化粧カバーまっすぐ下ろしてあげて、その1階と2階の見切りの部分は、この化粧カバーの受け側をですね、大体形取って、毛が生えたところをね、サンダーで削って、辛い位置にパコッとはまるようにね、言ってることわかるかな。とりあえずね、切って、加工して、蛇腹を使わないというところが熱々ポイントではないかと。まあね、蛇腹を使ってる業者さんも多いと思いますが、私なるべくね、使わないようにしております。とりあえずね、蓋部分が全部下まで取れましたので、室外機をちょっと前に出して、アングルを変えてね、弦が細かいでしょ、撮影しております。一人でね、全部、すべて一人で、撮影成功しております。はい、そして、一番下のね、受け側部分をビスを緩めてあげて外していると。うん。ジョイントの部分のビスも外してと。うん。そして、取り外し。よし。さあ、そうしたらね、今度はね、脚立も持っていこう。これ新しく新調しました。こちらのね、どこのものだっけ?長谷川?アルインコ?どっちだったかな?本当はね、上でね、上のところにカチャンカチャンってね、足を伸縮させるためのハンドルがついてるものにしたつもりだったんですが、どういうわけか下で、思ったものと違うものが届いたのか、自分がね、間違って注文したのか、まあ自分が間違って注文したんだと思いますが、まあ、とりあえずね、5尺の伸縮、購入しました。今まで6尺の伸縮はね、この下に入れてたんですが、ハイエースちゃんのですね、この棚下のスペースのことがありまして、5尺にしました。5尺の伸縮があればね、6尺になるんでね、よかろうと。そんな余談はいいですよという間にですね、とりあえず化粧カバー下まで外れました。いいね。OK。さあ、今度は取り付けだね。はい、スライダー今立ててありますが、風吹いてないので大丈夫だね。こんな感じにね、化粧カバー外れましたよと。うん。白蛇様が天に向かって、登っております。さあ、そしたらですね、化粧カバーをこれから取り付けていきますよ。詳しくは概要欄を見てね。はい、取り付けの段取りになりますが、まず化粧カバーのダクターカッター、ダクトカッターを持って、それから、ゴミ袋、来た時よりも綺麗にして帰りましょうと、外したものをね、カットして、この土の袋に入れて、自宅の、参拝ボックスに入れると。同じシーンが2度も3度も流れるね。なんでだろう。まあいいか。一応この袋に切ったものを入れておいて、ポイすると。
で通常ね、皆さんこの価格がどれぐらいで工事してもらえるのかなっていうこと気になると思いますが、私の場合はですけれどもね、あくまでも参考とさせてください。通常価格、今回のような工事の内容になりますと、そうですね、内容としましては、まず季節の化粧カバー2階から地面に落ちているもの、落ちてるじゃない、降りてるものをまず撤去、撤去費用が発生します。そしてはしご作業費、それからですね、取り付けはですね、約5メーターの化粧カバーを使用すると、そうしますとおいくらになりますか。ドルルルルデン、税込みで2万5000円ほどで、工事しております。あくまでもね、工事しやすい場合の、パターンでということで、ただしね、今回は奥様のですね、お知り合いの方、いつもお世話になっているということでね、特別価格で、もっともっと安い価格でね、工事させていただきました。本当にね、いつもお世話になっております。また何かあったらですね、エアコン工事の方ね、ご依頼いただけると嬉しいです。まあ、その時にね、回収しますんで。とか言って、視聴者の方なんでね、まあ見ておると思いますが、すいません。はい。あとね、撮影させていただきまして、本当にありがとうございました。YouTube のね、最近ね、撮影、なかなか動画をね、アップするスピードが落ちてきましてね、まあいろいろとね、ありまして、最近はあまり上げておりませんが、すいません。そして、一応ね、この化粧テープもね、だいぶ劣化しておりましたので、まあ、上からですが、既存の化粧テープの上に新しい、テープで巻き巻き、テープ巻き巻き、テープ巻き巻きという形で巻いております。はい。まあね、この一手間でお客さんだいぶね、あ、綺麗にしてくれたなっていうふうにね、思っていただけると思いますんでね、気持ちいい。はい。気持ちいい！おいおいおい。ちょっとテンションがおかしいね。大丈夫、おじさん。うん。一応このような形で巻き巻きしましたよと。そしてね、上のね、貫通部のパテ、何やらポケットからおもむろに取り出しまして、お手手をきれいきれい、きれいきれいにしないとね、バチバチってね、パテがバチバチになっちゃいますんでね、手をきれいにしましょう。手をよく洗ってね。はい。勝手に水道を借りております。すいません。はい。そして、このパテのね、袋から取り出してね、このね、ポケットに入れておくとね、体温でね、だいぶ柔らかくなります。春になってきまして、冬と比べてね、だいぶ暖かくはなってきましたが、まだ硬い。パテはね、ちょっとパテよって感じで硬いですよね。夏はぐにゃぐにゃなのに、冬、硬いですよね。はい、一応こんな形で、パテをしました。中にもね、詰め込んであげて、滑らかに、撫でくり回して、あまり、手垢をつけるでないよっていう感じですね。そしてこちらのね、お宅のタイルということでね、現状の穴の位置がね、目地の中央ではありません。で、今日ね、化粧カバー、マンションダクトじゃない、丸頭のものではなくてね、この四角いものを持ってきておりました。現状がね、四角いものでしたんでね、まあメーカー違いますが、一応これに合わせてと。そして、ビスをね、目地部分に打ち込んであげますと。で、タイルの部分に下穴開けたところにビスを打ち込み。うん、これ、タイルに穴開けるの硬かったね、これね。この頭の部分はね、どうしても止めたいんでね。穴を開けましたが、もうほぼ歯が焼け切れるんではないかというぐらい、切れない切れしかなかったんで、苦労しました。上にね、今、元々の穴が、下穴ありましたが、それはコーキングで埋めましたよと。そして、出積み側からの離れを当たって、いくつだ？何ミリか、今見ましたよね。見て、とりあえず一発止めてあげて、で、下で、離れを、出積みから折ってあげて、垂直を見ると、そういった流れ。一発ね、止めた後、下に降りてきまして、先ほども言いましたが、繰り返しになりますが、この出積み側から測ってあげてね、建物はね、垂直に立ってるはずなんでね、出積み部分から測ってあげて、そしてビスを打ちますよ、ということですね。よいしょ。ビスを落とさないように、そして、この化粧カバーがずれないように押さえつつ、肝心の打ち込んでいるところが映っていないと。はい、すいません。お粗末。
まあ、ちょっと言い訳ですけど、まあ、一人でね、作業しながら、撮影しながらなんで、撮ったり、撮り忘れたりとかっていうのがね、あります。あるんで、申し訳ない。ご容赦ください。ということで、何発か ?4 発止めたかな ?4 発止めました。そして下にね、降りてきて、本日の熱々ポイント、ここのね、見切り部分、離れを折ってあげて、これは何センチだっていうところを測っております。出がどれぐらいかっていうことでね、それを、紙に控えておきまして、それを毛がいてあげると。この化粧カバーの部分に毛がいてあげました。そして毛がいた状態がですね、こんな感じですかね。毛がいた状態がこのような形になっております。ここの部分をカットするということですね。カットする。そして、手袋をはめてあげて、このサンダー、グラインダーでね、切ってあげますと、この充電式のね、もの私使ってます。100ボルトのものも持ってますけどね、それは家に保管してあると。鉄鋼作業をするときは使いますけどもね。まあ、現場でね、この、ちょっとね、削るぐらいだったら、もう充電式のもので全然問題ないかと。まあ、ただね、切れますんでね、どうしても十分に注意が必要です。はい。そして、この毛がいてあるところをカットしてあげてと、カットしたものが、これですよって感じですね。こんな感じでカットしました。そしてそれをはめてあげます。はめてぴったりんこ。はい。いいね。で、これで収めていくと。うん。下まで折りました。で、一番下はね、端末のものを使っておりますよと。さあ、化粧カバーのね、蓋を閉めていきましょう。上から順番に降りてきたところですかね。まずね、ここ化粧カバー、パチンコパチンコね、蓋をはめてあげて、そして、継ぎ手部分のね、ビスを止めてあげれば OK だよということです。はい。一応このような形で、あ、上まだ、まだ閉めてなかったね。あ、なんで上から順番に やってないんだろう。なんでだろう。まあいいか。はい。途中ね、下からはめてましたね。あ、まあ押さえてあったのかな。押さえてあったから、まあ上から順番に来たわけではなくて、下をまずはめてあげて、まあ、段取りね。段取りいろいろあると思いますんで。もうすぐ、化粧カバーすべて終われば、今日ね、化粧カバーのね、更新のみなので、これでもう終わりかな。うん。あ、そうだそうだ、これ忘れてた。ここね、コーキングね。コーキングを、縁の内側にしておいて、収めないとダメでしょってことでね。よし、これで OK ですよ。でね、この化粧カバー、まあ、綺麗に収まったんではなかろうかと思いますが、だいたいね、10年、そうですね、10年、15年ぐらいは持つと思いますが、まあ、条件によってね、直射日光当たるところだと、まあ、だいたいエアコン10年ぐらいで更新すると思いますんでね、まあ、見栄え、悪くなってくるのもありますし、まあ、そのね、エアコン更新するときに、化粧カバーも更新したらいいんではなかろうかと思います。まあね、一応こんな感じで、綺麗に収まったんではなかろうかと思います。ちょっと遠巻きにね、上から下まで撮ってみると、こんな感じ。一応このような形で、収まっております。こちらのね、工事、標準価格、だいたい私の方で工事する場合は税込み25,000円でやっておりますということで、これからね、化粧カバー更新したよっていう方ですね、更新の、ヒントになればと思いまして動画上げさせていただきました。また見てください。ありがとうございました。